こんにちは。池田しおりです。渡辺です。はい、今日は聖なる夜にぴったりの、ウルツヤ髪の巻き方をやってみました。今年の、クリスマスは、平日だと思うんですけど、なかなか髪の毛を朝巻いて夜までキープって難しかったりとか、巻き直す時間って、ないと思うので、朝巻いて夜までしっかりキープできるような巻き方を今日はやっていますので、ぜひ皆さん参考にしてみてください。はい、メリークリスマス。メリークリスマス。はい、それでは動画スタート。ホリスティックキュアの 26mm を使います。細めのコテの方が持ちがすごくいいです。3センチ幅で毛束を取り、コテを中間から入れて外巻きに巻いていきます。巻き終わったらすぐにほぐすんではなく、このまま少し冷まします。次の毛束も同様に3センチ幅で取り巻いていきます。5つのブロックを外巻きに巻き終わりました。このままだったら少しゴテッとしてしまうので、上の部分も少し巻いていきます。2つ目のブロックを取り、髪の毛を半分に割って上の部分を巻いていきます。だいたい目の高さぐらいの位置からコテを入れて、また外巻きに巻いていきます。4番目のブロックも同様に髪の毛を半分に割り、表面の部分を外巻きに巻いていきます。ベイビーヘアオイルを使います。オイルを4滴出します。オイルをつけていきます。オイルをつけながら髪の毛を少しほぐしていきます。毛先中心にしっかりつけていきます。このままだとほぐれている状態でカールの持ちが少し悪くなってしまうので、同じ方向で巻いているのでくるくるっとまとめて置いておくと、カールの持ちがかなり良くなります。こちらが全部外巻きに巻いた方です。このまま出かけると歩いてる間に自然にほぐれてくれて、巻きも長持ちしてくれます。こちらがミックスで巻いた方です。仕上がりは可愛いんですけど、乾燥とかパサつきが出たりとか、カールの持ちが非常に悪くなります。なのでカールの方向を一定にした方がツヤも出てカールをキープできるのでおすすめです。感じで仕上がりました。はい、おさらいなんですけども、こっちがミックスで巻いた方で、こっちが一定方向の外巻きで巻いた方になります。パッと見た時はもしかしたらミックスの方が可愛いと思うかもしれないんですけども、やっぱりミックスで巻いちゃうと、カールの持ちがすごく悪いのと、ちょっとやっぱねパサッとして見えるのがあるので、やっぱり聖なる夜に、持ちを良くしたい、うるつやに見せたいっていう時は全方向一定に巻いてもらって、ちょっと巻きが取れそうっていう時はもう全部一緒の方向に巻いてちょっとキープしたりとかすると本当に持ちが良くなるので、あとやっぱパッて見て分かると思うんですけど、すごいツヤっとして見えるんですね。で、巻き方としても今って割と外巻きで巻く方がちょっと流行ってたりもするので、おすすめになります。皆さんやってみてください。メリークリスマス。バイバイ。